みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。こんばんは。今回はスマホでのリモートプレイ方法、またデュアルショックの接続方法をご紹介します。今回の動画の経緯ですが、2019年10月8日にプレイステーション公式よりシステムアップデートの7が公開され、 Android 端末でもプレイが可能になりました。それでは早速やり方をご紹介していきます。まずはアプリのダウンロード方法です。 Yahoo や Google などでリモートプレイと入力し検索をします。検索の結果から PS4 リモートプレイを選びます。画面が切り替わるのでインストールを選びます。ダウンロード容量は 15.83MB と普段皆さんが使っているアプリよりも小さく、安心してダウンロードができます。ダウンロードが終了したら開くを選択します。アプリのダウンロードが終わったので PS4 の設定をしていきます。コントローラーの PS ボタンを押し設定を選択します。リモートプレイ接続設定を選択します。リモートプレイを有効にする、ここにチェックを入れます。画面を一つ戻し省電力設定を選択します。スタンバイモード中の機能を設定するを選択します。もし外出先でプレイをする場合には、項目の一番上、電源を切る時間も合わせて変更をしておきましょう。ネットワーク経由で PS4 の電源を入れられるに、レテンのチェックをします。これで PS4 側は設定が終了です。次に、デュアルショック4の設定と接続方法になります。注意点として、スマホの種類によっては、アプリの起動時に画面のような文字が表示され、DualShock4 が対応していない場合があります。スマホの設定から機器接続を選択します。新しい機器を接続するを選択し、コントローラーの PS ボタンとシェアボタンを同時に長押しし、コントローラーが白色に点滅したらスマホ側で自動的に認識されます。正しく認識されたらコントローラーは青色に光ります。対応していない場合には青白く光ります。ワイヤレスコントローラーを選択し、ペア設定するで終了です。次に、アプリの初回起動時の設定です。アプリをクリックし、始めるを選択します。PS4 とスマホの設定が問題なければ、自動的に接続が行われます。初回のみ、サイン ID とパスワードの入力が求められます。これを入力すればリモートプレイが開始されます。リモートプレイの注意点です。無線の速度が遅いと頻繁に接続が切れます。通信速度によるかもしれませんが、ラグがそこそこあり、格闘ゲームなどには向いていません。スマホで行う場合、通知などが入った場合にゲームが中断される場合があります。これらの点に注意し、スマホでのリモートプレイを楽しんでみてください。はい、以上になります。ご視聴ありがとうございました。もし参考になりましたら、評価、チャンネル登録よろしくお願いします。